こんにちは、タイタンです。あ、もう一回。こんにちは、タイタンです。今日は2月1日ということで、まあ今年も1ヶ月経ってですね、だんだんあの日が長くなってきて暖かくなってきたなっていう感じなんですけど、まあ今日は前回足トレを出した続きで肩のねトレーニングを全部、ご紹介していこうと思います。で、まあ自分はフィジークの選手としてやっているんですけど、まだまだ肩とかね、胸の厚みとか大きさが足りないと思っているので、今年はね、その辺をしっかり強化して次の試合に向けて準備していきたいと思ってますんで、今のね、メニューがどういう感じでやってるかっていうのを動画で紹介していきたいと思いますんで、それでは行ってみましょう。どうぞ。はい、じゃあ今日もアフレコでやっていきます。まず1種目目はですね、高重量の、シーテッドのミリタリープレスやってますね。で、結構ね、前まではスミス使ってやってたんですけど、やっぱフリーの方が動員する肩周りの筋肉が大きいなっていうことで、そういう体感があるんで最近はフリーでやってます。で、やっぱりバランスが難しくて、ちょっと怖いんですけど、顔のね、真上から鼻ぐらいまで下げて、なるべく三頭筋を使わずに肩で上げていくような意識でやってますね。で、これ80キロでやってるんですけど、今は80キロが10回ぐらいかな、最初のセットで。で、18、7みたいな感じで3セットやって、終わったら次60キロ。これ多分、まだ80キロかな。60キロに落として、14回とか、14、12、11みたいな感じでやってますかね。やっぱり体感的に肩をでかく丸くするには、まあプレス系が一番いいなっていうのを、まあ改めて感じまして、で、なんかスミスでフロントプレスとか結構やってたんですけど、まあフリーで今はしっかり上まで上げる感じでミリタリープレスでやってますね。はい、まあ、だんだん扱える重量と、まあ、回数も上がってきて、最初は70キロぐらいから始めたんですけど、まあ、70から75、80と減量明けで毎回、数を更新して重量も伸びてきてるっていう感じですんで、まあ、非常にね、調子もいいです。肩の怪我とかも今のところはないので、まあ、あんまり無理してフリーなんで怪我しないようにいきたいとは思いますけれども、これはね、どんどん伸ばしていきたいなと思っている種目です。まあ、60とかでもだいぶ肩に効かせながらコントロールできるようになってきたので、まあ、どんどん技量も上がってるのかなっていう感じですかね。はい、あ、まだ終わってなかった。終わってなかった。これは、まあ、結局、80キロで3セット、60キロで3セット、計6セットやってます。まあ、このプレス系の高重量っていうのはやっていきたいので、まあ、6セットっていう少し多めのボリュームで、この種目についてはやってます。グイッとね。これきついんですよね、本当に。まあ全部きついんですけど。で、次がサイドレイズ。で、サイドレイズもね、まあいろいろやり方あると思うんですけれども、自分の場合は、やっぱり肩甲骨を寄せて僧帽筋を使いたくないので、なるべく、肩甲骨は開いた状態で、ちょっと手が、体に対して斜め前にあるような位置を保ってやるようには意識してます。で、あとは、手の甲を上にしてですね、まあ、ふわっと上から、下から
釣り上げるようなイメージで、で肘を高く上げて最後の肩の収縮まで感じられる位置まで上げ切ってやるっていうのを意識してますかね。まあ最後の方は上がってないんですけれども、初めは16かな、16キロでやって、で今日は10キロのダンベルでドロップをやってます。回数的には12回ぐらいかな、12やって、で重り下げて12やってみたいな感じで、計4セットかな、同じ内容で。やってます。で、上がんなくなったらもうチーティング使って可動域も上まで上がらないんで、まあ上がるところまでやって、とにかく腕を振るっていう感じで続けてますよね。なんかこのサイドリーズの独特の肩の痛みっていうんですかね。なんかすごい嫌な感じがありますよね、サイドリーズって。なんでこれだけこんなに辛いのかっていう感じです。全然上がってないですね、2セット目のドロップとかで。この辺になってくると結構もう汗も出てくるんで、パーカー脱いで16キロでバーッとやってますけど、まあ3セット目かなりきつそうですね。昔はね、僧帽筋とか、僧帽筋のまあ特に上部ですかね、首の後ろら辺にかなり力が入っちゃってて、負荷がね分散してたんですけれども、いろいろやり方を工夫して、まあ、背中を広げた状態のまま手を体の斜め前にふわっと吊り上げるイメージでやるようにしたら、しっかり肩に乗るようになりました。まあこれ結構パンプ狙いでやってますかね。はい、これ4セット目か。縦取りですね。ちょっと見にくいかもしれないですけど。まあやっぱり疲れちゃうんですけど。まあ肩ってね、なんかネチネチやんないと大きくなんないというか、結構頑張ったなーっていう日でも意外と筋肉痛っていうかね、筋肉の疲労が来なかったりするので、本当に諦めずに毎回ねちっこく追い込むっていうのが大事なんですけど、それがねまあきつい。これがね肩の嫌なところなんですけど、でも肩はやらないとアウトラインが良くならないのでね。これはまあフィジークとか、まあ、何でもそうですけど、ボディメイクされてる方でしたら通らないといけない道かなっていうふうには思います。はい、終わりましたかね。10キロ置きに行って終わり。ちょっとしゃべることないから早く次の動画に行ってほしいんですけど、長えな。出てきて、はい、パンプしましたっつって、動画だと全然でかくね。これが現実なんですよね。パンプしてこのぐらいだから。はい、で次はですね、スミスマシンのワンハンドのショルダープレスやってます。でこれは収縮狙いでやってるんですけど、まあ、あまり下まで下ろしすぎちゃうと肩ストレッチかかるんですけど、三頭の関与がすごい大きくなるので、まあ、耳の横ぐらいまで下げて上げるっていう感じでやってます。ちゃんと始める前に収縮のトップポジションを決めてから、そっから動作に入ってるので、最初ね結構そのポイントを見つけるのが大変かなと思うんですけど、まあ慣れればできるようになってきます。で結構ね三頭やっぱ腕で押し上げちゃうイメージが強くなるんで、まあ肘を耳に近づけていくような力の入れ方で、で最後ちょっと肘に耳を近づけて、こう顔を横に倒してあげるようなイメージでやってあげると収縮を感じられるかなと思います。
でこれは横からの図。やっぱね、まあ、半分ぐらい腕で上げちゃってるような感じがするんですけど、まあ、意識としてはしっかり腕を伸ばしきった時に耳を肘に近づけてギュッと収縮させてあげるっていう感じで、うまくできた時かなり強い収縮感得られるので、まあ、その回数をねなるべく増やしていけるように今は練習してますけど、なんか胸の厚みが増えた感じがしますかね。最近結構インクラインで頑張ってるんで、また胸の動画のトレーニング、胸のトレーニングの動画上げたいとは思ってるんですけど、最近ね胸の強化、あの種目変えてやってるんで、ちょっとこう効果が出始めたのかなっていうところだといいんですけど、でこれも何キロだっけな、両サイドに5キロのプレートつけて、でスミスマシンの重さなしで7キロなんで17キロぐらいかでやってますね。これ結構もう腕で上げちゃってる感じがするんで、要改善ですかね。もっともっと技量テクニックを上げないといけません。ガチャンとね。で全部で4セットこれもやりました。もしかしたら全部取れてないかもしれないですけど、はい、ギュッとね、ギュッと収縮を感じるところまでギュッとギュンと、何回言わせんね、もう次行ってくれ、まだやるんかい、粘るんかい。はい、終わりました。でこれは最後かな、最後肩トレなんですが、シーテッドローのマシンにね座ってます。でこれはねリアだけで引っ張るリアローみたいな感じで自分で位置づけてるんですけど、アタッチメントはあの長いあのワイドの棒を使って、で肩甲骨を寄せずに胸をねちょっと閉じるというか、胸を広げないで肘を引っ張って、肘で引っ張ってでリアに効かすっていうやり方なんですけど、個人的にはねこれが一番リアに入る感じがして、で重量もそこそこ扱えるんで、これがね好きでやってます。でこのあとね15キロかな、15キロ、あー腰痛そうっすね。腰ねほんと痛いんすよ、もう全然1年ぐらい治ってないっす。なんだっけな、立ちながらやるダンベルローで中腰になってやるやつあるんですけど、それでねピキって言って、でまあ、ぎっくり腰みたいな感じなんかな。それをね2021年の10月ぐらいにやっちゃったんですよ。でそっからずっと腰が治ってないです。いや違う、2020年の10月だ、やっちゃって腰がね全然治ってないです。少しずつ良くなってるんですけど、まだ全然痛いです。痛み止め飲む日もあるくらいで、ちょっと話が脱線しちゃったんですけど、まあリアローをやった後に15キロのプレートで、プレートのフロントレイズを15回ぐらいかなやって、スーパーセットでやってます。でこれも一緒で別アングルなんですけど、まあちょっと背中をね寄せないっていうのがちょっと初心者の方とかは難しいかもしれないんですけど、一回ねセットする前に空で、肘をグッと後ろに引いてみて、で肩の後ろ側がねギューって痛くなる肘の角度と、まあ、手の幅っていうのがあるんですよ。
そこを見つけてもらったら、その幅でこのアタッチメントを握って、で肩甲骨を寄せずに、背中のトレーニングみたいに肩甲骨を寄せないで肘を引き切るっていうね、それでしっかりリアに入ってくるんで、これねめっちゃ痛いんですよ。これがね効かせられるようになると、かなりねリアの発達も早くなるんかなと思います。でスーパーセットで15キロのプレートのフロントレイズをやって、で休憩っていう感じですね。でこれも4セットかなやりました。動画はね3セットまでしか撮ってないんですけど、全部ね撮ると長くなっちゃうので4セット最後ね、マシンの間から縦取りで、こうちょっと見ると手で引っ張ってるような感じに見えると思うんですけど、まあ、これがポイントで、僧帽筋とか広背筋を使わずに引っ張ることでリアに効かすことができます。ということで今回の肩トレはこんな感じでしたね。だいたい1時間半ぐらいですかね。レストも2分から3分ぐらい取って回していく感じです。ということで次回は胸のトレーニングをやろうと思います。ここまで見ていただいてありがとうございました。また次の動画で。